フェアモントオーキットホテルフェアモントオーキットホテルの池の夜景地図フェアモントオーキットホテルはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島西海岸のマウラナニリゾートにあるホテルであるこのリゾート全体は東急グループが開発してホテルのみは現在未来アセット金融グループの所有になっているフェアモントオーキットホテルはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ東小原地区の マウラナニリゾートにあるホテルである。ハワイ島の西海岸に新しく開発された大型ホテル群の中で一番北の方に位置する。このホテルが面しているケアワイキワンの歴史は遺跡、溶岩層埋葬地から洞窟複合体に至るまでの小道に保存されている。この地域を最初1920年代に開発したのはフランシス・ハイド・イー・ブラウンで彼はしばしば ハワイ王国最後の州長と呼ばれている。ブラウンはカメハメハイチ族の子孫であり、有名なゴルフ選手で、後に政治家に転じた。1972年、ブラウンはこのエリアを東急グループに売却し、カラフイプアーと呼ばれる、この場所はマウナラにリゾートとして開発された。マウナラには、この小原地域で見える5つの大火山に敬意を表して、 天に達すするる。山を意味する1990年には、このリゾートは540の豪華な客室、スパー、1万平方フィートの寄水系を持つリゾートとなった。リゾート全体はすでに東急グループの手を離れていたが、2015年にはフェアモントオーキットホテルをアジア最大の独立系金融サービス会社の一つで、ある韓国のミラヤセット金融グループが投資して、 買収した。ありがとうございます。